イズナの死によりマダラは永遠の万華鏡シャリンガンを手に入れた。彼の戦いはまだ終わらない。全力で行かせてもらうぞ。ただ、黒龍の術、柱間は自らの命を捨ててまでマダラの信頼を取り戻そうとした。それを止めたのは他でもないマダラだった。ついにマダラは千住と手を取り合うことを決意したのだった。柱間にとってそれは夢のようだ。ウチハと千住が手を組むということはもう多くの犠牲が出ることがないということ。多くの子供の死も必要なくなる。ここに忍界最強の忍びの里が作られたのだ。